どうも皆さんこんにちは。今回はクラフトピア。まず最初に、爆竹を爆発させるは最初にやるべきことなのか。前回のどっかのタイミングでゲットしたやつね。多分派手にいい感じに爆発すると思うのよね。だが、爆発しなくないか？攻撃とかすれって一体痛い。急に爆発しだした。しかも熱い。そして煙となって消えていったな。なんなのもう、爆竹は。もう見なかったことにしてたのことしてくわよ。一応罠的な感じで使えば強い。のか？ってことでまずは前回のダンジョン攻略で成長の石板が溜まったから、アヌビスにそれを渡して能力値上げるわ。マナは使わないからいいとして、ライフかスタミナだな。まあライフでいいかな？適当でいいや。最悪リセットすればいい？スキルポイントも最悪リセットすればいい？そのうち取り返しのつかないことやらかしそう。ゲームでやらかしても人生でやらかさなければいいのよ。人生でやらかしまくった人が言ってもねえ。スキルはため切りアンロック。左クリック長押しで力を貯めて花。やばい、力が抑えられない。落ちる。マジで何がしたかったの？私の力が強大すぎて、つい力はあっても脳みそなさそう。お、前回バッファロー入れた発電機から電池できてるわね。あれ、バッファローがいないぞ。ここで発電してたバッファローどこに行った？君のような勘のいい魔女は嫌いだよ。それで電池を使っていろいろ作れるんだけど。機械とかそういうの作るのか？まあそれとは別で井戸を作るんだけどね。もしかしたら電動な井戸の可能性が。水道を作った方が100倍効率良さそう。ちなみにこれは置いておけばこんな風に水バケツを生成してくれるわ。もはやそれは井戸なのか。この世界は魔法の力で何でもできるからね。それでこれを使って水を小麦畑に水をまけば、魔法の力で小麦が勝手に生えてくるわ。魔法の力ってすげえ。魔法使いが魔法の力に驚いてる。そしたら次は機械工場っていうのも作って、機械を作れるアイテムだな。むしろそれ以外だったら困るでしょ。それで次は熟成所。熟成するところだな。漢字をそのまま伸ばしただけ。この辺のクラフト系はどんどんサクサクいくわよ。小麦が育ちきってるな。結構早く育ってくれるから、水忘れないようにするなり自動化するなりしたら作物は結構集まるイメージね。そしたら今のを小麦粉に変えて、小麦粉から他にいろいろ作れるんだけど、一旦他のもの作るわ。鉄と革でライトアーマーって名前の防具だな。作ったのはライトアーマーか。性能とかは置いといて、普通にただただ見た目が好き。見た目とかロマンで選んでたらマジでいつか取り返しつかなくなりそうだよな。ゲームは楽しんだもん勝ち。しかもこのゲームは PVE なんだしなおさらね。そんな感じでいろいろ作業してたら、モノポテが変な敵と会ったみたいなのよね。山の上で衝撃波的なの出てるしヤバそうか？見えてきたわね、あの奥の敵。キングモノ、王子モノって敵が変化するボスらしいにゃん。キングモノ VS モノポテ、下克上でもしようとしてるのかな？モノ対モノの究極決戦が今ここに。モノ VS キングモノ VS ライベーター。それだとモノポテとも敵対してるぞ。こっちに気づいたわね。緊急回避。それそういう技じゃないから。攻撃パターンは衝撃波と今の王冠飛ばすやつ、あとはこの雨みたいな感じかな。そうっぽいが、現状ドラゴンボールが強くて負ける気がしねえよな。このスキルさえあればもはや、クラフトピアの頂点に立ったって言っても過言じゃないわね。それはクラフトピアを舐めすぎでは？というか頭のてっぺんが赤くなるのは何なんだろ。普通に怒ってるとかそういうのじゃないか？もはや頭から湯気まで出てるし、怒りすぎて頭の血管切れて死にそう。ボスとして死因がしょうもなさすぎるだろ。残り体力も半分切ってるし、次のドラゴンホールでとどめ、なはずだったんだけど、モノポテが捕まえたいらしいのよね。こんなやつ捕まえることできるのか？確かボス系は特殊なアイテムが必要だった気がするけど、覚えてないからもうモノは試しよう。モノだけにか？ってことでモノポテが何回かプリズン投げたんだけど、やっぱダメっぽいわね。捕獲にはまだ手に入らないアイテムを使う必要があるにゃんね。まあそれなら普通に倒すか。これでキングモノを倒したことでモノポテが次のキングモノになるわけね。だがとどめを刺したのはお前だろ。明日からキングモノベータに改名しないといけないかもしれない。それで戻ってきたら、モノポテがモノを働かせてたわね。というかこれ思ったんだけど、奥にモノポテが入れば、ああもうこれはどっちがモノでどっちがモノポテかわからないわね。誰がどう見ても一目瞭然。青でモノだし、どっちも実質同じみたいなところ。やばい、謎のバグでモノポテの首が消えた。ただのグロ映像になっちゃう。頭だけ出てきたらモノと同じ一等身になるわね。ただの生首だしマジでホラーだから。ゆっくりモノポテって言い張ればワンチャン。リアルな顔で首のついてるゆっくりはやめろ。そしたらさっき作ってた小麦粉ができてたから、それを熟成所を使ってバイオエタノールっていうのにするわ。画面はソーセージに釘付けだけど平気か？だってバイオエタノールは食べれないじゃん。食おうと思えば食えると思うぞ。絶対口に入れたら死ぬから。
それでしばらく経ったらバイオエタノールができるから回収して、これで色々と作っていくわよ。そしたらまずはバイオエタノールと電池、歯車で回転ノコギリ、銃とかに回転して変わるのか？ツーサイドライバー楽しくて一生遊んでられる。これを設置しておけば近くの木とか作物を切ってくれるわ。おお、確かに小麦畑の方向に向かってるんだぜ。向かってはいるんだが、なんか突っかえて動けなくなったぞ。これは、あれね、今の自動ノコギリは海に沈めておこうか。海で、自動ノコギリが炎上してる。まあこれ自動ノコギリじゃないんだけどね。たまに降ってくる補給ポットってやつよ。どこから降ってくるかは不明だけど、中からはいろいろと素材が出てくるが、今は使えないアイテムばっかだな。電子回路とかガソリンとかバッテリーとかね。それでこのポットのところからは唐揚げが出てきた。現状で言えばこれが一番ありがたいかも。焼き魚もポットから出てきたけど、焼き魚より唐揚げの方が好き。好き嫌いの問題。それで近くの木に、なんか明らかに違和感のあるものがついてるのよね。これは、ゴリラだな。ゴリラよね。これ木を掴んでるんだけどさ、やっぱこうなるとこの木を切り倒したくなっちゃうよね。まあ確かにその気持ちはわかるんだぜ。でやっぱ息を誤ってゴリラ殴っちゃった。めっちゃブチギレられてるな。まあ所詮は動物、サクッと倒させてもらうわ。でやっぱなんか明らかにヤバいもの取り出した。爆発する樽だったな。なんでそんなもの持ってるの。最初にアンロックしたため切り、これで一時的に無敵化できる。敵の攻撃タイミングでこれを使えば回避にも使えそうだぜ。そしてゴリラを捕獲、私に逆らった罰で発電機で死ぬまで働いてもらおうかな。先に手を出したのはこっち側なんだけどな。そしたらまた拠点に戻ってクラフト、採掘機ね。素材は回転ノコギリと同じだな。採掘機だし石とかを自動で掘ってくれるのか。そうね、岩盤っていうのがあってそこの上に置いて使えるわ。あとはベルトコンベアーっていうので自動で運んだりできるんだけど、サーバーがめっちゃラグくなった記憶があるからやりたくない。まあ試しにやってみて、もしダメだったらその時はその時だな。それで次は機械工場で木と羽を合わせて木のホバーボードができるわ。前回使ったやつの介護看板か。羽だけで木材を浮かばせるってどういう？特殊な生物の羽を使ってるからね。おお、なんかホバーボード用の羽があるのか？今使ったのは鶏の羽よ。ただの普通の羽じゃねえか。鶏は最強の生物よ。攻撃したら周りから大量に襲ってくるのよ。それ別ゲーの鶏じゃね？それで私がいろいろ作ってる間に、モノポテがいろいろ捕まえてきたのよね。まずは今話題の馬。話題になってるのは娘の方だぞ。それともう一個、家畜として捕まえてきたのは、ケビンさんね。人間はアウトじゃないか？この人の仕事は盗っ人、裁かれても仕方ないわね。罪状は無期発電機懲役。地下労働かな？人のもの盗むんだし、死刑は免れないわね。この世界の司法が暴走してる。それでさっき木のホバーボード作ったけど、それよりも上位の乗り物も作れるのよね。じゃあさっき作った意味って。ってことでバイクを作成。これも電池とバイオエタノールで作れるな。この二つをゲットできたから色々作れるようになったわね。完成したバイクはこんな感じ。バイクはやっぱかっこいいわね。これで今後の移動がだいぶ楽になりそうだな。そしたらバイク完成したし、今回はこの辺で終わろうか。次回は、多分また別の島探索するかな？バイクがあるから探索はだいぶ楽そうだぜ。それじゃあご視聴ありがとうございました。